いいかい、よくお聞き。人間はね、何にだってなれるんだ。人間の尊厳、実験、尊厳の剥奪。アンナを待ってたんだ。絵本を読みながら。君たちは美しい宝石だから、怪物になんかなっちゃいけない。私たちは名前のない怪物ですもの。もう一人の分身とそこを手をつないで歩いていた。僕らには名前がなかった。もう歩けない。お腹は空いたよ。お兄ちゃん、私たち死んじゃうのかな。一番の恐怖って何だと思う？話してあげるわ。恐ろしい話を。うめき声、悲鳴、叫び、恐怖が部屋を埋め尽くし、その場にいた42名が死に絶えた。おとぎの国のような町で生まれた。たくさんの人が死んでいた。見えるでしょう。信じられません。こんな光景があったなんて。見えるよ。あなたには見える。これがヨハンの見た風景か。お母さんはあなたが嫌いだから捨てたんじゃない。冷静だった。彼を処刑しようと冷静に引き金を引いた。でも先生は別だよ。先生は僕を助けてくれた。先生は僕の親みたいなものだ。どっちにしても当たりだったんじゃない。そうだよ。何って処刑だよ。そんな重い罪を犯した人間が立派に立ち直ったような顔をして娘さんに会うんですか。誰も人の命を奪う資格なんかない。私は何年間もそれを心に刻んで医者として生きてきたんだ。あんなやつ、あんなやつ死んだ方がマシだ。何がおかしい。この子は。お兄ちゃん、名前は。なんで。あなたは一体誰なの。僕たちには名前がないんだよ。名前を呼んで。リーダー、リーダー、リーダー。君の本当の名前を聞いた。君には名前があった。神様のように完璧に人を治せたらと思うんですが。ドクターテンマ、あなただけに聞いてほしいことがある。あの時、あの怪物が僕の前に現れた。母さんは僕を助けようとしたの。僕と妹を間違えたの。どっち、いらなかったのはどっち。誰にも望まれてなかったってことになるわ。君を愛していた。そしたらあな